飲酒運転。飲酒運転は、飲酒後にそのアルコールの影響がある状態で、自動車などの車両を運転する行為を言う。同様な状況で、鉄道車両、航空機、船舶等を操縦する場合には、飲酒操縦という。日本の交通法規による規制により、飲酒等により血中、または国旗中のアルコール濃度が一定数値以上の状態で運転。 または操縦することを特に指揮予備運転、操縦といい、数値に関係なく運転、操縦能力を欠く状態での運転を特に避け酔い、運転、操縦という。酒に含まれるアルコール、エタノールは、中枢神経系に作用し脳の神経活動を抑制、麻酔作用する物質である。すなわち飲酒という行為は、運動機能の低下、理性、自制神の低下、 動体視力、集中力、認知能力、状況判断力の低下等を生じさせるのが必然の行為である。一方、自動車などの運転という行為は免許制を取っていることにも表れているが、運転者本人、同乗者、周辺の歩行者らの生命にも関わるくらいの大きな危険を本来伴う行為である。このために、多くの国において免許の有無に関わらず、 アルコールの影響下にある状態での運転をいかなる場合でも禁ずる法律が作られている。日本においては道路交通法第65条第1項で何人も手記を帯びて車両等を運転してはならないと規定されており違反は厳しい取締りの対象となる。同法上の車両等には自動車、オートバイや原付きだけでなく自転車などの軽車両、さらにトロリーバス、路面電車、 牛馬なども含まれる。なお、道路交通法の飲酒運転の禁止が適用される場所は道路交通法に言う道路上に限られる。鉄道車両の場合には、鉄道に関する技術上の基準を定める、省令第11条第3項、軌道運転規則第6条の2第2項、無機上電車運転規則第2条の2第2項により、航空機については、 航空法第70条に、船舶等については、船舶職員及び小型船舶操縦者法、第23条の36第1項により、飲酒操縦が禁止されている。日本の道路交通法においては、車両等の飲酒運転による罰則について、酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類に分類している。酒気帯び運転は、2002年、 平成14年5月末までは、ご機中アルコール濃度 0.25mg 以上で違反点数6点となっていたが、2002年6月以降は 0.15mg 以上で違反点数6点、0.25mg 以上で違反点数13点。さらに2009年6月以降は 0.15mg 以上で違反点数13点、0.25mg 以上で、 違反点数25点と少量の手記を帯びた運転であっても重い運転免許証の行政処分が課されるようになっている。また、一つの行為で道路交通法の複数の規定に違反することとなった場合には通常最も重い行為の違反点数などが適用されるが、手記帯び運転時に違反、または事故を起こした場合には、手記帯び点数が実質的に過重された。 違反点数が適用される。そのため、主点一五ミリグラム以上零点二五ミリグラム未満の状況では違反が重大とは言えない場合であっても、それが初めての違反であったとしても即座に免許の取り消しに該当する場合がある。酒酔い運転は二千二年五月末までは違反点数十五点となっていたが、法改正により同年六月に二十五点。 さらに2009年6月には35点となった。即座に免許が取り消される。無免許の場合は免許拒否だけでなく、免許の欠格期間、再受験が受けられないも、大幅に長期にわたることになった。累積点数35点の場合、前歴がなくても、免許取得していなくても、欠格期間は、最低3年にわたる、また特定違反行為による処分なので最長の、 場合結核期間10年になる場合もある。なお、自動車の使用者、安全運転管理者なども含むが、運転者に飲酒運転を加盟しまたは容認して、運転者が飲酒運転をした場合には、6ヶ月間当該自動車を運転禁止処分とする行政処分も出される。2007年9月19日の道路交通法改正施行により、酒酔い運転の罰則が、 5年以下の懲役または100万円以下の罰金、主教日運転の罰則が3年以下の懲役または50万円以下の罰金へとさらに厳罰された。また、飲酒検知を拒否した場合も3月以下の懲役または50万円以下の罰金と強化された。自動車の運転に関し、運転者に飲酒運転を加盟しまたは容認した自動車の使用者。 安全運転管理者なども含むも処罰される。なお、2007年9月19日の道路交通法改正により、飲酒運転をする恐れがある者への車両、または、種類の提供をした者や、その者に同乗しまたは、運送を要求した者も、個別に処罰されることとなった、口述。飲酒検問でなく、交通事故の発生により酒酔い。 主教日運転の事実が発覚しまたは確認された場合には、より厳重な罰則が適用される。例として、死亡事故を起こした場合において酒酔い運転だった場合には、違反点数55点が課せられ、道路交通法第88条第1項に定める、運転免許試験受験の欠格期間が7年となる。人を死傷させ、人身事故になった場合、以前は、 刑法の業務上過失致死傷罪で最高でも、懲役5年だったが、その後自動車の運転により人を死傷させる、行為等の処罰に関する法律、自動車運転死傷行為どころ法が適用されるように、法改正された。飲酒運転により事故を起こした場合、交通事故の損害賠償の過失割合について、通常よりも飲酒運転者の過失が大きく、認定される。 自動車保険では飲酒運転をした運転手の怪我や車両の損害に対しては保険金が支払われないことがある。事故を起こした運転者に使用者がある場合は使用者責任を問われ連帯して賠償責任に服するのが通例である。なおこれは自動車の運行共用者責任とは別個である。口述の福岡飲酒運転事故以降民間企業、公務員は 飲酒運転や、それを知りつつ黙認、共同不法行為した社員や職員は、原則として、懲戒解雇、懲戒免職とするところが多くなっている。業種、職種予び勤務時間内、勤務外、事故の有無を問わず、解雇や免職の対象となるところが多い。飲酒運転の厳罰化により、地方の飲食店の経営が成り立たなくなり、地方の疲弊。 不況の原因の一端となっていることから、厳罰化を見直すべきと主張している者もいる。また、飲食店側も、こうしたことを理由に挙げ、来店者に対し、来店手段をあえて聞かないケースも見受けられる。彦根市の例では、飲酒運転が発覚した場合には、停職、免職など、厳格に処分するとしながらも、公務外、勤務時間外の違反や、事故の報告は、義務付けないとした。 これを不祥事の隠蔽体質として批判する向きがある一方、何人も事故に不利益な供述を強要されないと定めた憲法第38条の趣旨から強制することは違憲であり、市への報告は職員自らが道義的に判断すべきとの意見がある。山梨県では飲酒運転及びそれに関連した事故により逮捕、検挙されたケースが相次いでおり、 2006年9月19日に、美野部長教育委員長が、主教帯運転で検挙されたが、その記事を書いた朝日新聞交付総局記者も同じ日に、主教帯運転で検挙されている、翌20日に発覚のを、はじめ、2007年2月には、愛知県岡崎市議会議員、2015年5月8日には、山梨放送営業企画部部長、同年7月8日には、交付市議会議員、 2016年2月17日には、日本年金機構交付所長。2017年6月15日には、山梨県庁主管。2017年7月15日には、山梨県警察警部補が、手記予備を原因とした当て逃げや物損事故を起こしているが、いずれも辞職しまたは免職処分を受けている。社会的制裁に係る処分について、裁判で争われたケースもある。 2007年5月、山形県議会議員が飲酒運転で摘発された。その後、県議会が全会一致で可決した辞職勧告決議に従わないため、県議会は政治倫理審査会が勧告の受け入れと辞職まで本会議や委員会への出席を自粛するよう求める審査結果を出した。2003年11月に飲酒運転で 懲戒免職処分となった熊本県の教師は処分、鉄を求めた結果、勤務表情が良いなどの理由で処分は不当だという、最高裁判決が出た2007年7月12日朝日新聞。2007年5月に飲酒運転を行っていたことが判明して、懲戒免職処分となった兵庫火災市の職員は、処分の無効を求める訴えを起こした。二千九年四月、この訴訟の二審、 大阪高等裁判所は、業務と無関係な運転で、運転していた距離も短く、交通事故も起こしておらず、アルコール検知量は道路交通法違反の最低水準であり、免職処分は過酷で裁量権を逸脱しているとした上で、免職を取り消す判決を言い渡した。さらに、同年9月に最高裁判所は、同市の上告を棄却し、免職取り消しが確定した。 これを受け同士は飲酒運転での職員の懲戒処分を原則懲戒免職から定職以上へと緩和した。上記の2009年9月最高裁判決を契機に飲酒運転をした公務員を原則として懲戒免職としていた日本国内の29の自治体のうち10の府県及び市が処分の基準の見直しを行うかもしくは検討していることが判明している。 2010年4月に主教尾運転で物損事故を起こしたとして懲戒免職となった京都市立中学校の教頭は退職手当の全額を不支給としたことが違法に当たるとして京都地方裁判所に処分の取り消しを求め訴えを起こした。一審は元教頭の永年の功績を全面的に抹消するほどの配信行為とは言えないとして裁量権の乱用に当たり違法であるとして 訴えを認めたが、二審の大阪高等裁判所は、人身事故の危険性もあり、元教頭の行為は、極めて悪質とした上で、裁量権の乱用ではないとして、原告逆転敗訴の判決を言い渡した。スポーツ等の大会では、個人やチームメンバーの飲酒運転が発覚すると、出場取り消しなどの措置が取られることがある。第72回選抜高等学校野球大会では、 鶴岳飛行等学校の部員が飲酒及び無免許の運転で自動車事故を起こしたことで、同校は出場事態に追い込まれた。鉄道では、国鉄時代の1982年に、寝台特急、キーの機関士が飲酒による居眠りで、機関車付け替えの再衝突事故を起こし、寝台特急、キー機関車衝突事故、また1984年には、寝台特急、 富士の機関士が飲酒操縦を行い、除行区間を失念し、脱線事故を起こすなど、西明石駅列車脱線事故当時世間から批判されていた国鉄職員のモラルの低さを浮き彫りする飲酒操縦が原因の事故を相次いで起こし、国鉄解体民営化の一因にもなっている。飲酒運転は運転者、飲酒運転を加盟、または容認した運転者の使用者を含むが、 道路交通法違反で罰せられるが、2007年9月19日の道路交通法改正施行により、飲酒運転をする、恐れのある者に車両を提供した者、並びに種類を提供した者、及びその者に、運送の依頼もしくは要求をしてその車両に同乗した者、これらも個別に処罰対象となった。これらの行為は、飲酒運転者の犯罪とは、独立した提供者、 同乗者の単独性犯扱いとなる。運転者の犯罪の共謀共同正犯、または重犯と認められる者、指示、加盟、または容認者については、その犯罪につき正犯、運転者に準じて処罰される。刑事事件として、処罰の対象となりうるに止まらず、飲酒運転事故の民事責任も、同様に共同不法行為として、賠償責任を負うこととなる。 実例として、2001年、平成13年末、ある男性が、同僚と酒を7時間も飲んでいながら、運転を行い、当時19歳だった、女子大生を歴史させた事件があり、運転者は危険運転致死罪に問われ、懲役7年の判決が言い渡された。ところがその同僚も、運転者と知りながら酒を飲ませたと賠償責任を、問われ、東京地裁が2006年、 平成18年7月28日、その同僚に注意義務を怠ったとも、800万円の賠償命令を下した判例がある。また、2018年11月には、単なる同情者2名に対し連帯して6、300万円の損害賠償責任を負うとする裁判上の和解例、もる。このような場合、単なる同情に起因する。 損害賠償責任を担保する自動車保険や交通保険等はないため、個人賠償責任保険等に未加入、または保険適用対象外となる場合、同乗者にも深刻な事態を招く。車両もしくは種類の提供や同乗等による違反者が運転免許を受けていた場合には、当然に違反行為の行政処分としてそのものらの免許も 取り消しや停止などの処分がなされる。なお、飲酒運転者の犯罪の共謀共同性犯、または重犯と認められるものについては、性犯、運転者と同等の処分がなされる。結論として、飲酒運転に関わったものは本人でなくとも、飲酒運転、及びそれによる事故の責任を、刑事、民事、行政処分の面から問われる。さらに前述の社会的制裁。 勤め先からの懲戒解雇処分なども受ける。組織的に行われていた場合は、捜査令状などにより家宅捜索し、関係者を任意同行する場合があり、新聞、週刊誌などで報道されることもある。飲酒運転及びそれによる交通事故は過失事犯ではなく故意の犯罪類型として認識されており、一般の刑法犯と同様、とに刑事罰や 行政処分等を強化するだけでは飲酒運転自販を含め犯罪の減少にはなかなかつながりにくい現実もある。また、規範意識の欠如の一因としてアルコール依存症が指摘されている口実。その他、公共交通機関の不十分な地方の方が都市部と、比して飲酒運転の発生頻度が高いという傾向が見られる。エンジンをかける前に、 国旗検査をクリアしないとエンジンがかからないインターロックという装置があり、スウェーデンなどではそういった装置の使用義務化が推進されている。日本においても日産自動車から飲酒運転防止のコンセプトカーが開発されるなどハード面からの対策案が進められつつある。運輸業では旅客、貨物を問わず乗務員の出勤、大金転講時に一部事業者では休憩前後も 呼吸アルコール検査を実施する事業者が2000年代に入って増加しており、2011年4月からは国土交通省令により、旅客自動車、貨物自動車の運輸事業者では、点呼時のアルコール検査が義務付けられている。その他車両が必須な職業でもわずかなアルコールが残存し式帯運転に該当するような飲酒の仕方を防ぐために検査を実施しているところがある。夜更けに飲酒し、 翌朝早くの出勤などで運転するような場合、主競運転の恐れがある。具体的な時間は飲酒量や体質によるので、一概に言えないが、例えば、航空機の操縦では、日本では操縦の8時間前は飲酒をしないよう通達されている。2018年には、日本航空や全日空のグループ航空会社、日本エアコミューター、スカイマーク、ANA ウィングスなどなどで、 パイロットが飲酒検査に引っかかり交代のため運行遅延が発生。さらに、イギリスで日本航空副操縦士が飲酒状態で乗務しようとして当局に逮捕される事件が起き、これを受け、日本の国土交通省は検査体制に監視関係各社の事務所などに立ち入り検査をした。アルコール飲料以外にも種類を用いた洋菓子や奈良つけのほか、 ノンアルコールビールや甘酒などを飲食した場合、体質や摂取量によっては飲酒運転になる可能性がある。ノンアルコールビールと呼ばれているものでも、アルコール分0.00%と表示されているもの以外は一般に0.01%から0.99%程度のアルコールを含有する場合があり、また、アルコール分0%であっても同様に含有する場合がある。また、 栄養ドリンクにも微量だがアルコールが含まれているものがある。アルコール分0.00%以外のノンアルコールビール等の多量摂取や一部の先行液に含まるアルコールの影響で使用や飲酒直後に飲酒検査を受けると基準以上のアルコール濃度が検出される可能性もある。交通事故により病院に搬送された場合、採血資料がエタノール検査に供されることがある。 日本の医療機関では、皮膚消毒にエタノールを含む消毒薬を用いることが多く、採血部位の皮膚消毒に用いたエタノールが採血資料に混入し、誤って飲酒運転と判定される可能性が指摘されている。なお、飲酒検知は当然ながら、何を摂取したかではなく、数値がいくつかが判断基準とされる。そのため、飲酒を疑われたら、 アルコールが入った食品を摂取したと説明すれば、不問になると、うことはない。ただし、通常の摂取量であって、特定の体質でなければ、アルコールを微量を含む食品を食べても、基準値に達しないことが調査でわかっている。北海道警察は飲酒運転の情報提供サイト、飲酒運転ゼロボックスを開設し、開設から約3週間で100件以上の情報が寄せられ、 主競技運転の検挙にもつながっている。また、2014年7月13日に小樽支線箱で発生した飲酒運転による死亡引き逃げ事故を受け、2015年12月から北海道でが施行されている。同時に7月13日を北海道では飲酒運転根絶の日と定めた。常習的に飲酒運転を繰り返す運転者が存在し、 その規範意識の欠如の一因として、アルコール依存症が指摘されている。アルコール依存症は、自らの意思で、飲酒行動をコントロールできなくなり、強迫的に飲酒行為を繰り返す、精神疾患である。精神疾患として命定し、その結果自己抑制を失い、その状態で自動車などを運転する状況は著しく重大な、結果を招く。 アメリカ合衆国では日本ほど公共交通機関が発展しておらず、駅やバス停留所周辺のスラム化による治安悪化が顕著なため、自動車の普及率が非常に高く、バーなどの酒場や飲食店に訪れるのにも自動車での移動となることが多い。州などの自治体によっては、店で運転手に確認などを定めている場合もある。 全米50州で運転者の血中アルコール濃度が0.08%を超えると飲酒運転の適発対象となり、21歳未満のものについては飲酒自体が禁止されているため、血中アルコール濃度が0.08%を超えなくても適発対象となる。また職業ドライバーについては血中アルコール濃度が0.04%を超えると適発対象となる。 なおエドワード・ケネディ上院議員は1969年に飲酒運転による事故、ジャパーキディック事件を起こし、大統領への道を閉ざされた。トリニダード・トバゴやドミニカでも飲酒運転を行うものが多く、飲酒運転による交通事故が多発している。経済発展とともに自動車の使用数も増加した中華人民共和国は2011年まで、 自動車事故死者数が10年続けて世界一の交通事故大国であった。2009年には、甲州、南京市等で飲酒運転による交通事故が頻発、飲酒運転による事故の増加と交通マナーの悪さも相まって市民の中から飲酒運転の罰則の強化を求める声が高まり、それを受けて2011年5月に施行された警報改正に、 危険運転行為の項目が追加された。中国での飲酒運転は、飲酒が社、酒気帯び運転と水酒が社、酒酔い運転の二つに対別されるが、酒気帯び運転の再犯の場合は、交流、倒壊下と罰金、1000から2000円、さらに運転免許取り消しといった、同国としては、厳しい罰則になった。また酒酔い運転についても、危険運転行為の中で、初犯、 再犯に関わらず、酒酔い運転及びスピードで死に運転は、極めて悪質な行為であり、交流、罰金処分を科すと定めており、飲酒運転の罰則が、行政処分から、刑事罰に改定された。しかし、今でも少量の飲酒運転は合法である。それにより、低罰が厳格化された2011年5月以降の酒酔い運転の検挙件数は、 その前2年間との比較で4割減少している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。